12時ぐらいなんですが、なんか動いてるなと思ったらおしっこしましたね。すっごい溜めてたと思います。すっきりしたね。片付けました。ご飯ちょっと残ってるけど、寝てる間に食べる？あとはうんちだけだね。おはようございます。あ、うんちしてますね。いい感じ、いい感じ。よかったね。じゃあ、まだ開けちゃうね。ロコちゃんペロッと舌出てますね。私が、今日3日目の朝なんですが、私がサークルの近くまで来ても、もうあの首を起こさずですね、うとうとしてくれてますね。ロコちゃん見ての通りですね、毛が結構抜けるんですよ。なので本当はコロコロをしたいんですけど、ちょっとあまり怖がらせたくないので、しばらくはちょっとこのまま行きます。じゃあ、掃除をして、朝ごはんの準備したいと思います。ね、今朝もさすがキイちゃん。今子ちゃんご飯ですよ。本人もご飯って分かってますね。 あんまり水を飲まないので、ちょっとご飯に水たくさん入れてみました。ちょっと失礼します。はい、どうぞ。あ、食べない、私ない方がいいかな。キイちゃん、ケムクジャラさん、こっ、はい、グッカー、グッカー、キイちゃん、で、転がった。はい、はい、はい、なんでなんでしょう。ロコちゃん、食後もずっと寝てます。ロコちゃん、ずっと寝てる。疲れたのかな、ね。慣れない場所からね、愛護センターに行ってね、いろんな検査して疲れたのかな。ゆっくり寝てください。一応ちょっとずつ我が家に慣れるようにドア開けとこっかな。びっくりした。ドア開けてるだけだよ。誰でも中に入らないから安心してください。はい、そこね、ロコちゃんのお部屋。ちょっとこのシーツがあまりにもかわいそうなので、ちょっとかぶせる専用のケースを買いましたので、もうすぐ届くと思います。
痛いんだね、きっとね。お口周りに触るのやめようね。のこちゃんずっと寝てるけど、ちょっと外出てみようとか思わないのかな。のこちゃんはソファーが気に入りました。のこちゃん、のこちゃん、いい子だね。いい子、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 ロコちゃん。今から健康診断に行くんですが、ロコちゃんあのソファーの上から出てきてくれないので、やっぱりちょっと怖いのかもしれないんですが、病院に行きたいなと思います。ロコちゃんでね、ロコちゃんちょっと出てきてほしいんだけど、出てこれるかい。重いんですよね、ロコちゃん。何キロだったかな、6キロ以上あるので。ただ、体重も病院でしっかり測定してきます。ダメダメ、ロコちゃん、なんか入っちゃった、なんか逃げていっちゃった。怖いね、怖がりさんだね。ロコちゃんおいで。嫌みたいです。でも病院行くしかないから、ちょっとね、散歩不安なので、クレートに入って行ってもらった方がいいかなと思います。何それ、私このソファーから降りませんアピールですかね。はい、ロコちゃん、よいしょ、ロコちゃん、ロコちゃん、入れるから。あ、自分で入りましたね。お、すごいすごい。無事に耳だにを退治してもらって帰ってきました。じゃあちょっとハーネス取るよ。よいしょ。よいしょ。はい、どうぞ。めっちゃ入ってた。あ、ごめん、首輪に紐ついてたね。はい、お帰りなさい。うん、そこロコちゃんのお部屋。屋根も新しくなりました。ロコちゃんなんかすごい座り方してるね。社長さんみたいだね。ロコちゃんはオンリーワンのミックス犬です。今日はちゃんとね、耳だに取れたので、あとやっぱりね、ちょっと太ってるかなということなので、まずは 500g ぐらい体重を落としてですね、
それで、どんな感じか見ていくっていう感じなので、5キロ台をまず目指したいと思います。ダイエット頑張るぞ。気にせず寝るようになった起きた寝てた。はい、ご飯だよ。食べる。ちょっとあなた動いた方がいいからここに置いとこうかな。はい、ご飯ここ置くよずっと固まって食べないの。はい、どうぞ。ご飯ちょっと残ってるけど、これは完全にもういらないのポージングですね。これ邪魔か。じゃあ取るよ。はい。どう食べてたんだろう今まで。ずっとご飯が出てたのかな。ガチャン、おやすみ。